それではね、今回のアメニティをね、開けていきたいと思います。これね、ここから開ける感じですかね。ここに点線が入ってるんで、今私カメラ持ってるんで片手でやっておりますけど、ちょっと何て読むか分かんないですけど、このポーチかわいいですね。じゃあちょっと開けていきたいと思います。今ファスナーだけ開けました。で、中はこんな感じです。まあ ANA のアメニティなんでね、中は入りますけど、これは説明文っぽいですね。入りますといいね。あとこちらは通気性の化粧水とかですね。あと歯ブラシ、そうですね、歯ブラシセットは入っております。まあこんな感じとなっております。ボラすごいですね。ではね、今リクライニングを1ラウンドしました。足元はこんな感じで、私175センチ以上あるんですけども、余裕ですね。で、こっちは頭の方です。本当にフルフラットになる感じですね。これだったらゆっくり寝ることができそうです。でね、このボタンでね、このリクライニングを動かすことができます。こういう液晶のリモコンもついています。それではね、今ちょうど機内食が終わって、10分ぐらいしたところですね。ちょっとね、急激なんで眠気が来たんで、せっかくフルスラットシート利用できるのでちょっと休みたいと思います。
タンドのメニューで頼みます。もしよかったらコメントで教えてください。私はもうね、頼んでも1品とか2品ぐらいなんですよね。食事終わってからこの追加メニューみたいな。あ、でもお酒飲まれる方とかだったらあれかもしれないですね。おつまみだったらに結構頼むかもしれないですね。それでは、ね、全部ペロッといくちゃいそうなのでいただきたいと思います。あとフライトが3時間半ぐらいで、ね、まあ、結構スッキリしたので、ね、ちょっとパソコン作業でもしようかと思っています。ぐっすり、何時間だろう、結構寝ましたね。7時間ぐらい寝れたかなと思います。であとね、着陸まで2時間ぐらいなんですけども、ここで朝食が運ばれて、聞かれて運ばれてきます。とりあえず飲み物のコーラだけ来ております。それでは朝食来ました。今回は朝食もね、洋食をチョイスさせていただいています。まあ見れば分かりそうなものばかりですね。はい、じゃあここです。暑い。からの眺めはこんな感じになってます。翼と空
チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。